番組アンバサダーの市川恵美蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。車椅子ソフトボールの元日本代表監督で、選手としてもプレーしています。北海道アダプティブスポーツ代表、斉藤優太です。斉藤優太さん、1989年、札幌市生まれの33歳。北海道の北照大学で、国内で競技されていない時から車椅子ソフトボールの研究を始め、2012年、チームジャパンを結成。全米選手権に参加し、これが日本の車椅子ソフトボール競技の第一歩となりました。2015年から16年まで日本代表監督を務めた後、2018年単身アメリカへ留学。アリゾナ大学とテキサス大学で障害者スポーツを学び、帰国後北海道アダプティブスポーツを設立。北海道の障害者スポーツの環境整備に取り組み、選手としても活動しています。斉藤さんは大学時代、車椅子でプレーする野球の研究に取り組みました。北海道の北照大学っていうところなんですけど、スポーツ系の学校で僕は野球のゼミを選んで、そこで少年野球教室だとかコーチングだとかが、まあ、研究のテーマだったんだけど、たまたま僕が入った時に身体障害者の野球にもスポットを当ててみようみたいなタイミングで、そこで車椅子の野球ってあんまり聞かないし、調べてもどこにもないよねということで、じゃあ作ってみようということで始まりました。レクリエーションみたいな形でやるような種目みたいなのはウェブを探すと出てきたりするんですけど、競技としての車椅子でやる野球っていうのがなかったので、まあ本当にゼロから作り始めたというような感じですね。例えば車椅子で野球をやるためにはどれぐらいの球場の広さがいいんだろうとか、あと土の上でやるべきか否かみたいなとか、車椅子はどんな車椅子使ったらいいんだろうとか、あとボール、バット、グローブは必要かとか、なんかそういったところから本当始めましたね。斉藤さんは車椅子野球のルール作りをしていく中で海外の状況も研究。車椅子ソフトボールという競技がすでにあることを知りました。大学院に進学して海外の動向を調べるタイミングがあって、その時にウィールチェアソフトボールって調べたら、アメリカで40年近くやってる競技があるよっていうのが分かったんですね。まあ日本人で車椅子ソフトボールの経験者がいるという情報があって、その方にまあコンタクトを取るっていうところからスタートですかね。その日本人選手とはパラアイスホッケーの元日本代表で車椅子バスケットボールもしている堀江航選手でした。当時ドイツで車椅子バスケットボールのプロの選手として活動されてたんですけど、当時なので、なんかスカイプとかを使って堀江さんに連絡を取って、車椅子ソフトボールをやりたいんですけどどうやったらいいですかみたいなことを聞きましたね。車椅子野球の研究自体は2008年からスタートしてて、大体2010年ぐらいに大枠が完成して、まあ、外の球場で軟式野球のボールを使って、まあ、13人から14人ぐらいで、やりましょうという形を作りました。でその時に地元で活躍している車椅子スポーツの選手に来てもらって、体験会みたいのをやりました。野球のベースをそのまま使うと車椅子ではなかなかプレーしづらくなるので、地面と同じ高さのベース、大きめのベースを用意したりだとか、走塁の人が踏むベースね、守備の人が踏むベースねみたいに分けたりとかしてたので、まあ、その辺は共通点はありましたね。車椅子ソフトボールの存在とプレー経験があるパラリンピアン堀江航選手の存在を知った斉藤さん、まだ国内の競技人口がゼロだった2012年、シカゴで行われた全米選手権にチームジャパンを即席で結成して参加しました。堀江さんに連絡を取ったのが2012年の1月とか2月とか冬の段階で連絡を取って、こんな活動してますという話をしたんですけど、もうそしたら堀江さんが5月が車椅子バスケのシーズンオフだから北海道行きますよということで来てくれました。
で、その時に活動を広めたいんだったら、一回みんなでアメリカの大会出ませんかという提案をしてくれて、まあ、結局、8名の選手と、3名のスタッフが参加する、まあ、チームジャパンっていうのができて、アメリカ人2人助っ人に来てもらって、10人のチームを作って、大会に出たというような経緯ですね。健常者は出られない大会だったため、斉藤さんはコーチとして参加。ほぼ全員が未経験者だったにもかかわらず、チームジャパンは勝ち星を挙げることができ、大健闘しました。ルールは野球好きが集まったので、なんとなくわかるし、皆さん車椅子バスケットとかテニスとか、まあ、他の種目を第一線でやられてる方ばかりだったので、うまく順応していったなという感じでした。初めてのチームでもこれぐらいできるんだったら、日本でも普及できるんじゃないかというふうに思いました。帰国後、斉藤さんは2013年に日本車椅子ソフトボール協会を設立、技術強化部長に就任しました。すぐ帰ってきて、じゃあどうするって話を進めたときに、大会をやりたいよねと。で、大会をやるんだったらやっぱ組織が必要だよねということで、その2013年の4月に車椅子ソフトボール協会っていうのを設立して、その年の7月にもう、第1回全日本車椅子ソフトボール選手権というのを開催しました。2013年に始まった車椅子ソフトボールの全日本選手権。当時は堀江さんのいた東京、我々のいる北海道にしか活動拠点はなかったので、まあ、せっかく大会を開催するっていうことで、まあ、チーム数がいた方が盛り上がるでしょうと、東京 A チーム、東京 B チーム、北海道 A チーム、北海道 B チームみたいな形で全部で4チームで大会ができるように進めましたね。で、まあ、堀江さんの発案で、健常の選手も入れたらいいんじゃないのみたいなことから、健常の選手も、障害の選手も参加できるような大会にしたということですね。車椅子漕ぎながら野球やるってすごく難しいなっていうのが、すごく第一印象です。実際に始めてみると、障害のある人と障害のない人が同じフィールドでプレーするっていうことは、やっぱり共生社会の、まあ、ヒントになるんじゃないかなと思いましたね。車椅子ソフトボールの競技人口が増えていき、2015年初めて日本代表が結成され、斉藤さんが初代監督に就任しました。2012年に初めてアメリカに行って、帰ってきて協会を立てて、まあ、毎年アメリカで大会があるから毎年出ようということで決まったんですけど、僕が監督に選んでもらった2015年ぐらいになると、国内の競技人口が200ぐらいいて、障害を持った方も100名以上集まってたような状況なんですね。せっかく僕が代表の監督をさせてもらうっていうことに決まったので、選抜しましょうということで、堀江さんと相談して、車椅子ソフトボールの日本代表の選手としてプレーしたい人集まってくださいという応募方式にしたんですよね。そこから成績とか当時残ってた動画とかを見て、クラス分け制度って言って、いろんな障害の方が参加しないとチームが組めないようになってるので、まあその人の障害がどの程度かみたいなのを総合的に照らし合わせて決めましたね。初代日本代表のチームの特徴は、基本的には日本代表は毎年守備のチームなんですね。パワーだとアメリカにはかなわないので、基本的にはその車椅子の操作だとか守備の連携だとか、まあ要するにスモールベースボールみたいな形で、まあ、戦いましたね。ただ選抜の段階では日本の中では攻撃的なチームになるように選抜しました。日本代表はアメリカにも遠征、毎年全米選手権に参加させてもらう中で、2014年大会からはワールドシリーズという大会名となりました。日本は2015年6位、2016年は5位と好成績を残しました。アメリカ代表の方々とかアメリカのチームの方々も、もうゲストじゃないよみたいなそんなに強くなったんだったらしっかり互角に戦えるようにいい大会にしようねみたいなこと言ってたぐらいなので、もうゲストチームみたいなイメージはなかったですね。
日本でも国際大会を行おうと、2016年7月、北海道千歳市でワールドチャンピオンカップを開催。決勝の日本対アメリカ戦は行き詰まる熱戦となりましたが、日本は4対5で敗れました。まあ、もちろん悔しかったですけど、アメリカのオールスターと、日本代表で戦って、まあ、これぐらい互角の戦いができたっていうのは、やっぱり力ついてきたなっていうのはすごく感じましたけどね。アメリカでしかそんなにやってなかった競技ですけど、日本でもこういうふうにできたってことは、まあ、いろんな地域で広めることができる可能性があるというふうに思いましたし、もしも本当にね、パラリンピック種目にしていくんだと、いうような動きを作るためには、いろんな国とかいろんな地域に広めたいなというふうには思いましたけどね。2018年、斉藤さんはアメリカに単身留学。車いすバスケットボール選手、堀江航選手の誘いがきっかけでした。アメリカ留学を決めた理由があるんですけど、2017年の3月に、それこそまた堀江さんからアメリカで車いすバスケットボールの大学の大会があるらしいよと、一緒に行かないって誘ってもらって、なんだそれはと当時の僕は思って、大学の部活動が存在してるみたいなこと日本で聞いたことなかったし、僕の主観的な感想で車いすバスケットボールの大学の選手権大会を見て、あ、やっぱり40年ぐらい遅れてると思って、で、その大会の時に、まあ、僕はこういう勉強をアメリカでしたいと思ってるんだよねって相談したら、コーチを紹介されて、まあ、コーチが、あ、そういうことだったらいつでもおいでよって、ま、ね、言ってくれて、あ、なんて素敵な国なんだろうと思ってで、帰国してアメリカ留学行きますということで、仕事を辞めさせてくださいみたいな感じですぐ会社に言ったんですけど、で、その時にたまたま北海道庁が未来の人材を育成する事業を始めますと、北海道未来チャレンジ基金っていう、若者の海外挑戦をサポートしますよというプログラムが始まって、よし、これだと思って、一期生として北海道の企業からサポートしていただいて、障害者スポーツの勉強を、まあ、1年間アメリカでしておいでということで送り出してもらいました。アリゾナ大学とテキサス大学で1年間学んだ斉藤さんは、帰国すると北海道アダプティブスポーツを設立しました。アダプティブっていう言い方、アダプテッドスポーツとかアダプティブスポーツっていう言い方をするんですけど、適応させるスポーツ、適したスポーツみたいな意味でアダプティブとかアダプテッドとかっていう呼び方をされてます。活動が3つあって、スクール活動、チーム活動、社会活動の3つの活動軸に運営しますよという発表の仕方をしたんですけど、まあ、最初選手も参加者もいないので、まずはスクールから始めました。週に1回程度の運動習慣をみんなで作りましょうということで、できるだけ多くの種目をやりました。車椅子バスケットボールの選手に来ていただいたりとか、今日は車椅子テニスですって言った時に北海道車椅子テニス協会の方々に来てもらったりとか、まあ、そういったやり方をしました。現在下は4歳から上は高校生まで、さまざまな少年少女たちが集う北海道アダプティブスポーツ。対象は肢体不自由の車椅子スポーツの対象ですよっていうふうに出してますけど、障害のない人も入れますということで、今は3分の1ぐらいは障害のない子ですね。まあ、意識が変わるっていうよりは、それが普通になるということですね。そういう環境で育つということでは、今の我々の大人が過ごしている環境とは、やっぱりちょっと変わってくるだろうなと思いますね。車椅子ソフトボール。今年の主なスケジュールは、今年は全日本選手権大会、また北海道で9月に実施します。全国でも20チーム以上登録していただいているような状況なので、まあ、できるだけ多くのチームが参加してもらいたいな、なんていうふうに思ってますね。で、アメリカに行けない状況が、まあ、2年、半ですね、続いてますけど、ね、どの競技もそうだし、本当にいろんなスポーツ選手が苦しんでるところだと、で、今年は感染対策をしながら実現させてあげてほしいなというふうには私自身は思ってますけど。去年の7月、健常の斉藤さんは
北海道のスポーツチームデッカイドーズのメンバーとして全日本選手権に参加しました。北海道アダプティブスポーツが運営する一つのスポーツチームとしてデッカイドーズ作ってるので、基本的には僕は代表としてやりますよと。で、昨年は僕自身も大会に出たんですけど、今年は今ですね、北海道アダプティブスポーツにアンダー25っていうプログラムを作っていて、25歳以下の選手たちが主体的に自主的にいろんなことをやっていくよというプログラムなんですけど、その選手になんとかチーム運営とかにも携わりたいっていう選手が増えてきたので、ちょっとチームの形を変えて僕が代表者をやるんじゃなくて選手の皆さんにお願いしようかなと思ってるんですけど。去年の大会でデッカイドーズは優勝候補でしたが、逆転負けを喫し惜しくも優勝を逃しました。一時は十何点差ついて勝ってたんですけど、最後にサヨナラ負けしちゃったという、すごく悔しい思いが皆さん残ってるみたいで、今年こそって今意気込んで練習してます。斉藤さんは車椅子ソフトボールがパラリンピック種目に採用されるよう日々努力しています。競技人口は増えてるとはいえ、競技をしている、競技の拠点になってるよっていう地域がすごく少ない、まだまだ全日本に広まってるわけじゃないので、やっぱりこれをしっかり47都道府県にチームができるぐらいまで広めるというのがすごく重要だと思います。で、車椅子ソフトボール協会、車椅子ソフトボールの選手、チーム、それぞれがそういう意識を持っていろんな、地域で一緒にやりましょうよというふうに広めていくっていうのがまず一番の近々の課題じゃないかなというふうに思いますね。斉藤さんがこれからやってみたいことは、一番はジュニアのアカデミーをしっかり作り上げるということですね。全国的にジュニア世代がパラスポーツやってないので、その状況をなんとかしたいというふうに思ってます。ちゃんとそれこそ本当47都道府県にどこ行っても何歳でもスポーツができるみたいな環境づくりに携わりたいなというふうに思ってますね。車椅子ソフトボールの魅力は、障害のある人もない人も一緒に外でスポーツができるということですね。